鉄道の利用の際に列を作ること、降車する人が終わってから乗車するという当たり前のことが自然と身についている国民である日本人。いろんなサイトで紹介されているのですが、その都度驚きの声、称賛の声が聞かれます。今回ご紹介する映像では、インド、メキシコ、そして日本の鉄道利用客が電車に乗り込む様子がそれぞれ紹介されています。インドやメキシコでも地域などによって変わるのではないかと思いますが、少なくとも映像では電車が到着したホームはかなり騒然としており、乗客は我先にと車両の中に乗り込んでいこうとしています。一方、日本のホームを映した映像では列に並んでいる方たちが車内の乗客が先に降りるのを静かに待ち、全ての乗客が降りてからやはり静かに車内に乗り込んでいく様子が収められています。音だけを聞いていてもかなりの違いがあるのですが、インドとメキシコの乗客のマナーがひどいというよりも、日本の乗客が整然としすぎていると感じた外国人が多かったようで、コメントの多くは日本に送られた称賛の声でした。実際の映像は説明欄の URL からご視聴いただけます。また後半には海外の反応に対する日本人の反応もご紹介しております。だけど日本には痴漢をする人も多い。教育とかいろんな違いの結果なんだろうな。フィリピンもインドとメキシコとほとんど変わらない。悲しいことではあるけど、それは事実なの。比較すると日本人の礼儀正しさが際立つが、あれだけ人がいてあの静けさは尋常じゃないわ。俺が毎朝バルセロナの地下鉄で体験してることと同じだ。なんでまだ降りようとしてる人がいるのに乗ってくるんだ。ストレスが溜まって溜まって仕方がない。もうちょい落ち着け。社会人にふさわしい行動をとれ。日本人の振る舞いが予想通りだった。これだから俺は日本のことが大好きなわけだが、実際のところ日本人の振る舞いは本当に紳士的だよ。俺が日本と日本人が大好きなのもわかるだろ。上品に礼儀正しく規律と思いやりを持って他人に敬意を払い、そして慎み深く振る舞う。日本社会はそうやって成り立ってるんだ。教育の差が全て。日本人は最後の乗客が降りるまで誰も乗ろうとしていない。信じられないけど日本ではあれが普通なんだよね。日本人は素晴らしい教養を持った人たちですね。確かにインド人は待つのが苦手なのは苦手だね。イギリス人も日本人と同じくマナーがいいですよ。礼儀正しさはこの国ではとても重要だから。今現在日本に住めていることを本当に嬉しく思う。日本人の洗練された振る舞いに拍手。全ては人口の違いでしょう。日本とインドの人口を比べてごらんって。人口は全く関係ない。その社会に規律があるかどうかの違いだろ。俺たちの国には規律が欠けている。インドとメキシコはまるで戦場じゃん。俺の中で日本人に対する信用がまた高まった。教育の大切さを思い知らされるね。日本は世界の素晴らしい模範だと思ってる。インド人の俺に母国の人たちのマナーについて説明させてくれ。この国の文化は250年間イギリスに支配されたことでネガティブなマナーが染みついてしまったんだ。日本ではそういうことはなかっただろう。違いはそういうところから来るんだ。だけどインドの未来に希望を持ってもいる。
植民地支配で失われてしまったかつての価値観を今は取り戻そうとしている最中だから。イギリス人を責めることはできないよ。彼らは分離政策をとってたんだから。これからインド人が適切なマナーを身につけるのに60年はかからないと思うけどね。私の国もインドとメキシコに負けてないよ。日本人以外の人たちは全員この動画を見るべきだな。こういう日常から日本がどんな国なのかがわかるね。日本人の一流の振る舞いを見てよ。あの人たちは私たちとは全くと言っていいくらいに違う。一方その頃ドイツでは4人用の席を1人が占拠してるのだった。日本に長く住むと自分の国に戻るとつらいよ。日本は現代の世界に残された唯一の文明国かも。日本人は他人を尊重することを知ってるからね。そして相手に迷惑をかけたくないと考えている。だから日本での生活が大好きなんだ。彼らはそういうことを学校や両親から教わって育つ。武士道、あと仏教と神道の影響だろうね。原爆を投下されても再び立ち上がれたのも武士道と日本人が信仰する宗教のおかげだと思う。国によってここまで違いが出るなんてすごいな。この映像を見た日本の人たちは誇りに思っていい。日本のように人が協調して動いていけば多くのことを成し遂げていけるものなんだよ。日本は世界最高の国で日本人は最高の国民だと思ってるよ。僕は日本人のことが本当に大好きなんだ。日本みたいな国は他にないよきっと。みんなも日本がどんな国か見においで。国っていうのは結局人なんだってことがわかるな。インドのデリーメトロは分単位、秒単位での運転に加え整列乗車も実施している。駅構内も比較的清潔で自販機なども設置されている。ただそれ以外の路線は動画の通りのありさまだ。日本の大都市圏はこの電車に乗れなくてもすぐ次が来るという前提条件があるからな。インドメキシコはそうじゃないだろうから戦場にもなるさ。礼儀や品もそりゃちょっとは考えるけど一番は効率だよ。最後の香港のコメントが素敵だな。乗る方のマナーはかろうじて維持しているが降りる方のマナーがどんどん悪化している。電車降りる時くらいスマホなんか見ないでキビキビ降りなさい。俺のパワーじゃ他の国の電車は無理だな。日本も4、50年前はインドの状況とさほど変わらなかったよ。そうしたマナーは社会の成熟度とともに変化するものだと思う。日本でも人身事故で込み込みの時とかはモラル崩壊するけどね。痴漢は本当に多いよ。都市伝説だと思ってる人多いみたいだけど、通勤通学で満員電車に乗る女性で痴漢被害に遭ったことない人はいないと思う。自分を律して公共の場で他者に迷惑をかけない、犯罪を犯さない、これさえ守れば他は好き勝手できるのが日本だよ。価値観の違い、オタクやリア充などはあるけども、そんな些細なことはどうでもいいんだよ。働いて税金を納めて人に迷惑さえかけなければ好きに趣味に生きれる国、
笑ってアホだなーで済む国だと思うよ。だからこそ、個人が趣味を追い続け、オタク気質になったのかもだが、いい意味で好きだし、